以上のことからギルガメッシュを白か黒かのご決断を。黒だな。黒に決まっておろう。やはり黒ですか。それでは黒で報告いたします。おや、おう、カルディア大使館の皆さんが到着いたしました。ん？何を柱の陰からこちらをこそこそ伺っている。王の前で不敬であろう。今の白とか黒とかってもしかして俺たちの話ですか？なぜそう思う？たった今来た貴様たちには関係のない話よ。よかった、俺てっきり黒なのかと。先輩が黒というのは考えられません。白です。何かの誤解だとしても質疑応答とかギリギリ灰色です。私も藤丸は白に近いかと。クレーフォー、マシ、アナ、フォー君、ありがとう。俺これからも白を目指していくよ。白を超える白、つまり輝くばかりのレベルですね。ふわっふわか。ふわっふわな会話で俺の貴重な時間を無駄にするな、たわけども。失礼しました。それで今日は何用で俺たちを呼び出されたのでしょうか？うん、では貴様たちの話に移ろう。藤丸、貴様は真っ黒だ。主にその上着がな。上着？あ、確かに真っ黒ですね。世界最古のファッション革命戦線、裸の王様。すみません先輩、先輩は真っ黒でした。藤丸、信じていたのに。いやいや、服がね、服だけだからね。愚か者、服を着ている貴様自身も真っ黒同罪だ。なんでですか？そこは私から説明いたします。お願いします。シドリさん、俺は潔白です。いえ、藤丸の真っ黒は確定なのですが。確定？実はウルクの一般男性が藤丸の服装を真似して、その結果常日頃から上着を着るようになってしまったのです。はい？魔獣との戦いでウルクの生産力はギリギリの状態でしたが、藤丸の上着の一件でウルクの生産力が破綻しつつあります。確かに最近手伝いに行った工房でも皆さん仕事量の増加に疲弊していました。嘘だ。そんな、このどう見ても得意点セルラン1位のウルクがそんなことで。おおとも、俺も辛い。このカツカツな戦時下に余計な問題を持ち込みよって。ああ、すいません。って、あ、理由は分かりましたけど、本当にその発端は俺なんですか？はい、証拠としてウルク男性民による路上アンケートを一部紹介します。アンケ、実は兵士の時着ていた上着の着心地が忘れられなくて、でも感触でもないのに普段から上着を着るってのも。そしたらカルデア大使館の人普段からも上着着てるじゃないですか。なら俺だって。最近お腹が出てきてそれを指摘されるんでぶが、上着を常時着てるとごまかせるんでぶよ。カルデア大使館黒脇さんのおかげでぶ。男だっておしゃれしたい時があります。上着最高ですね。ね、カルデア大使館黒上着くん。上着？これはまだ姿を明かす時ではないゆえ、身につけている仮染めのおしゃれ。これよりウルクには三度の嵐が訪れ、パーカーの襟を出せ。最後の何？最後のは何だ？待ってください、そもそも上着を着ているのは先輩だけではないはずです。そうですよ、今のアンケートだと大体俺のせいでしたけど、男で上着だったらマーリンだって。無駄に厚着です。たわけ、あんな暑苦しいアンチクールビズな上着をわざわざ真似るものなど、このウルク中を探してもどこにもおらぬわ。確かに。ああ、マーリンが。私には関係ない話だから君たちで行ってきなさい。あはは、ちゃんと帰ってきてね。って言ってたのはこれ全部わかってたのか。私も関係ありませんでした。そもそも私のマントは砂漠でも涼しく過ごせる日よけですし。あの、帰っていいですか？つまり全て藤丸、貴様のせいだ。喜べ、王の御前で服を脱ぐなどという荒技を働けるのは貴様が第一号、後に続くことなしよ。ふん、王である俺が直々に許そう。いや、そう言われても。ちなみに俺が露出刀なのは
王自らが率先して倹約し、これを民に定着させるため。決して気持ちがいいからではない。それは嘘ですよね。ゴージャスなギルガメッシュ王がそんな首相なわけない。露出が多いファッションが好きなだけですよね。こやつめ、さっさと脱げ。有無を言わさない。待ってください、先輩は上着を脱ぐことができないんです。なんだと。ドクター、説明をお願いします。はあ、関わりたくなかったこのどうでもいい案件に。いやいや、実際切迫しているから放置もできないんだけど。でもな。私は芸術家として服を着る着ないの話には興味あるんだけど。うん、ここに君の芸術感みたいなものも入るとさらに話がややこしくなるから、ちょっと黙っててね。仲良しトークはカルデアでやれ。早く話を進めぬか。やれやれ。いいかい、現代人は身代の魔力濃度には耐えられない。だから魔術霊装、今着ている特殊な服によって藤丸くんは守られている状態なんだ。南極で防寒着を脱ぐようなものさ。だから脱げない、命が危ないからね。そうです、脱ぎたくても脱げないんですよ。なるほど、話は分かった。やった、分かってくれた。やりましたね先輩。では帰りましょう。待て、分かったとは言ったが許すとは言っておらん。え、あれ、本当に藤丸の上着はなければならぬのか。え、あ、はい、そうだけど。見たところ藤丸の上着は全部なくとも生存には支障はないのではないか。あ、はい、だね、確かに全部はなくてもいい。藤丸くんが首に巻いているマフラーだけでも吸引する魔力調整は可能だからね。そうなの？だそうだ、シドリ。はい、マフラーだけでしたら布の供給も賄えるかと。そもそも裸にマフラーというファッションはさすがに民も真似しないと思いますので、これで問題解決です。なるほど、セクシーですね。よし、この議題は終わりだ。次に移れ。では次の粘土板を取りに行ってまいります。あ、別に藤丸の脱衣シーンを見たくないとかではないんですよ。待って、え、これから誰も真似しない裸マフラーファッションでウルクを過ごせと。マッシュ。はい、先輩なら裸マフラーファッションも似合うと思います。レオニダス王とお揃いですね。たぎってきたさ。戦闘時では気が散りますが、街の中でなら問題はないかと。郷にいればというやつです。3対1の空気、やるしかないのか。音だけとはいえ、未来ある若者が一皮、いや一脱ぎして大人になる瞬間はワクワクするね。じゃあ一旦回線切るからね、藤丸くん、安心してお脱ぎ。ちょっと。さあ、ここまで破格のお膳立てをしてやったのだ。シドリが戻ってくる前にさっさとせぬか。先輩、ギルガメッシュ王のお時間を取るのもどうかと。わかりました。まだ鍛え途中の肉体ではありますが、この藤丸律が王の御前にて脱がせていただきます。何事。神殿を破壊しての大げさな登場、まさかイシトルさん。違います、あれはあの女神ではありません。させないよ、藤丸律か。エルキドゥ、イシトルでしょ。ここはそうです、この場面はイシトルさんが登場してこそでは。エルキドゥ、なんでここに。直接俺たちを殺しに来たのか。いや、それじゃあつまらないだろう。僕がここに来たのは藤丸律か、君が脱ぐのを止めるためさ。え、まさかの味方。ウルク市内の雰囲気が以前と変わっている。変わっている、この記憶は。いや、とにかくウルクの内政が混乱しているじゃないか。これを止めるのは惜しい。そうだろう、外から見てもそんなに切迫してたの。大変だね、ウルクは。内から外から絶望的じゃないか。ウルクを先に滅ぼすのは三女神同盟ではなく君たちカルデアだったというわけか。先輩、落ち着いてください。はい、行くぞ。脱げば解決するのでは。うん、どうした、ウルクの王よ。絶望のあまりさすがの暴君も余裕がなくなったのかい。ギルガメッシュ王。ん、何を笑っている。いや、何、あまりにもおかしくてな。ん、
これが絶望だと？たわけ！俺の辞書に、いやウルクの辞書に絶望などという軟弱な言葉は存在せぬわ。さすがギルガメッシュ。そうですね、こんな展開で絶望はあまりにもやらせません。ペルシア湾の海水よりもしょっぱい展開ですからね。ファンファン、サイトファン。この後に及んで負け惜しみよ。事実、ウルクは今空前の真っ黒ブームで。どうやら忘れているらしいな。今回のような案件など過去にも解決しておるわ。なんだと。過去ということは以前にも男性上着着用事件があったということですか？その通りよ、マシュ。バカだ。こんな珍妙な事件、そう起こるはずがないだろう。そのバカがあったのだ。そして前回の事件の発端はまさに貴様だ。僕か。先輩、どういうことでしょうか？多分だけど、生前のエルキドゥが俺と同じようなことを起こしたんじゃないかな。ほら、上着着てるし。着てますね、上着。バカな。そのバカなよ。エルキドゥのひらひらな動きにくい上着がウルクの男どもの間で大流行し、その珍妙な姿はウルやニップルなど他の町からも冷ややかな目で生温かく見られていたのだ。珍妙。この完成された姿の僕が、己人類。その時はどうやって解決したんですか？そうですよ。それが分かれば俺だって脱ぐこともないでしょう。うん、上着事件はほどなく勝手に鎮火したわ。え？分からぬか。考えろ、藤丸。ここは良質な泥と粘土からなるメソポタミアだぞ。あ、なるほど。そうです、そうですよね。マシュ、分かったの？先輩もウルクで肉体労働を経験されたのでお分かりだと思いますが、泥の作業では服が汚れますよね。そうだね。泥を扱う作業は気をつけていても、どうしても黒い服だから一見目立たないけど、汚れはやっぱり。あ！そうだ、なぜ兵士や士官が上着を着ていて一般の民が上着を着ていないか。それは男どもは毎日泥だらけになるからだ。洗濯する女どもの身にもなってみろ。余計な仕事が一つ増えるどころではない。ただでさえ汚れる上着なのに、エルキドゥのひらひらな服など泥作業というか何の作業にも向いてませんね。なるほど。それで男たちは罰が悪くなって皆元の格好に戻ったと。一時的な流行にも満たない案件であったな。旧人類のくせに合理的な考え。エルキドゥのやつも最初は自分の真似をする人間に興味津々であったが、ことが沈静化するとどこか所在なさげであったわ。はははは。愉快。そんなバカなはずはない。うまく扱えばこのヒラヒラな服も扱いやすい。そこ主張するんだ。ふん、いつもピューピュー飛んでいる貴様には地べたの苦労はわからんのだろう。証拠は、その事件が起こったという証拠はあるのか。はははは、あるぞ。あのような愉快な珍事、粘土板にこと細かく書いて特別に我が宝物庫にて保管しておるわ。そう、これだ。そら、特別に少し見せてやろう。俺の財の中でも特別なものだぞ。おれ、うわぁ、ギルガメッシュを心の底から楽しんでますね。なんて大人げない。やはり当初の予定通りにウルクは破滅させる。させぬわ。首を洗って待っていろ、露出の王。それなりに着ているわ、バカ者。助かった。はい、帰っていきましたね。でもあのエルキドゥの形相、今後が怖いですね。戦う時思い出し笑いをしてしまいそうです。ファンファン。天井はまた壊れたが、予想外に楽しめたわ。だが反応はやはり違うな。ギルガメシオ、その長瀬、俺と奴の話よ。はい、王とエルキドゥさんのお話となれば、それは壮大かつ複雑。文庫本換算で5冊に及ぶ長編かと思えば、当然終わらなくて10冊ぐらいまで展開する、とても胸熱な物語でしょうし。マッシュは何を言ってるの？ふんふん。ははは、藤丸、
水を差すのがうまいではないか。その調子でウルクの経済にも水を差したのだな。ん？はい、すみません。そういえばこの一件、勝手に鎮火するって分かってたんですよね。それなのにここに呼ばれたってことは、つまり…もちろん、今回の一件の罰として滑稽に慌てふためく貴様を俺が見て楽しむために決まっておろう。楽しそうで何よりでした。マーリン、全部分かってたんですね。後で殺します。ミッション達成、おめでとうございます、先輩。マシは素直で大変いいな。王よ、また天井が。イシュタル様が来られたのですか。さてカルデア、貴様たちはもう用済みだ。下がってよいぞ。あ、はい。それでは失礼いたします。はぁ、どっと疲れた。何にしてもこれで一件落着ですね。特に何もしてないんだけどね。何もしてないのに事件を起こして解決。前世で何か呪いでも受けたのでは。気遣いありがとう、アナ。慰めてないです。大変だったけど、正直言うとウルクの文化の変革に一時でも関われたのはちょっと面白いかなって。あ、確かにこれは立派な文化交流ですね。こうして様々な文化を取り入れ、文明は少しずつ前に進んでいくのかもしれません。どうせ文化交流するのなら、その新しいお菓子とかを伝えてほしいです。ファンファン。いいね、それ。さ、今日はいろいろ大変だったけど、明日からまた頑張ろう、みんな。おう、次の議題の前に緊急報告です。男上着着用断固反対女性市民と、黒服なら泥汚れは目立たないと主張する男性市民が対立しているとの報告が。これは予想以上に切迫しているかと。何？待て藤丸、早期解決のためにその上着やはりここで脱いでいけ。藤丸律香、脱ぎます。